松島基地も大きな被害を受けています。あ、そしてこちら格納庫ですかね。格納庫にあるこの戦闘機か飛行機か、こちらも津波によって被害を受けています。津波があった時にこの中から出ようとしていたのか、もしくは中から押し出されたのかは分かりませんが、手前にはドラム缶のようなものも並んでいます。その、周りに人の姿は確認できません。そしてこちらは、あ、飛行機が、先ほどの飛行機とはまた別の飛行機ですね。頭の方がその施設の方に突き刺さるような状況になっています。建物の窓にブルーインパルスという飛行機という情報も入ってきています。こちらは戦闘機でしょうか。そして元野さん、画面の画面下の方にたくさんの人が見えますね。